薄い湖は群馬県安中市にある湖、利根川水系薄い川に建設された坂本ダムによって形成される人造湖である。薄い湖を形成する坂本ダムは本来1958年度に建設省による砂防事業の一環として建設された高さ28.5メートル、包み町長,長74メートルの砂防園庭であった。 1978年度に天馬を3メートル、かさ上げし、1981年度には、群馬県に河川管理施設として移管されている。その後、ダム再開発事業として1985年度より調査を開始、ダム補強工事、管理設備工事、工事をおよび、周遊道路工事を経て、1994年度に完成した。坂本ダムおよび、 薄い湖は、旧国道18号、新越本線のアプト式鉄道で有名だった、薄い峠の群馬県側にある。ダム改築と同時に、薄い湖の周辺整備も行われ、湖岸を一周する遊歩道や駐車場の整備、坂本ダム上の橋や湖を渡る橋梁の整備を行った。特に橋梁については、重要文化財に指定されている、薄い第三橋梁をはじめとする、 薄い鉄道施設遺産群に配慮して、明治風のデザインを採用している。薄い湖は、新緑や、紅葉の時期には、素晴らしい景観を醸し出し、峠の釜飯で有名な横川駅、映画、人間の照明で有名になった霧積温泉、霧積湖、薄い峠鉄道文化村、廃線跡を利用した遊歩道、日本三大気象の一つ、三尾木山や軽井沢にも近いことから、 観光地の一つになっている。ありがとうございます。